アンドレ・マトスは、ブラジル出身の歌手、または彼を中心とした、ヘビーメタルバンドである。バイパーのボーカルとしてデビューし2枚のアルバムを発表した後脱退、1991年に、キコル・ウレー・ロラと共にアングラを結成する。キャリー・オンを含むアルバム、エンジェルズ・クライ、ホーリー・ランド、そして、ファイアワークスを発表するも、2000年にマトスを含む3人が、脱退する。 そして、彼らと共にシャーマンを結成するも2枚のアルバムを発表した後2006年にマトスとマリウッティ兄弟が脱退してしまう。しかし、マトスはメンバーを集め、自分の名前を掲げたアンドレ・マトスを結成、2007年にアルバム、タイムトゥビーフリー、2009年にメンタライズを発表した。2010年、元ストラトバリウスのティモトルキ、やりかえぬ来年、 元ソナタ・アクティカのミッコ・ハルキン、元ハロウィン、ガンマ・レイのウリカッシュラと共にシンフォニアを結成すると発表。2011年春にアルバムをリリースするも、翌年にティモ・トルキの無期限活動休止によって解散してしまう。同年にドラマーのエロイがセパルトラに加入するためだったマトスはかつて在籍したバイパーにアルバムデビュー25周年を機に一時的復帰。 ギタリストのヒューゴもバイバーにサポートメンバーとして加入。2012年8月にバンドとしてのアンドレ・マトスのサードアルバム、ザ・ターン・オブ・ザ・ライツをリリースした。2019年6月8日に死去。マトスは6月2日にサンパウロで開催されたライブでステージに立っており、そのわずか6日後の休止であった。2007年に結成されたアンドレ・マトスを中心とする。 ヘビーメタルバンド。現メンバー元メンバーハット AB、モア、アンドレ・マトス、エクス・ボッキャラスタイー E、フンディド・ドゥ・アングラ、ウス47アノス、オーグロボ、2019年6月8日閲覧。AB、フォーマー・アングラ・シンガーアンドレ・マトス、デッド AT47、グラバー・マウス、ネット、2019年6月9日閲覧。ありがとうございます。